べようかも。すごいな、60代。カズ今何キロぐらいですか？多分80ぐらいだと思う。マジで、うん、身長いくつですか？80ない、ないぐらい、うん、79.何だとか、うん、そう。だから僕も結構僕上半身上半身のバランス悪いんですよ。上半身もついてくれば70何キロでも軽く感じるかもしれない。あ、確かに。あ、そうですよ。だから俺も今そのバランスを良くしたくて上つけてるって感じですよ、背中とか。全然俺上半身も便秘しかやってなくて、肩周りやってなくて、結構下半身サッカーやから太くなるじゃないですか、太くなるって感じですか。だから上半身やろうか、やろうか。いや、マジね、調子いいの全然やりづらいわ。1000回ぐらいやってましたもんね。あらゆる角度で、そう、あらゆる角度でベンチプレスやらされてて、あの角度変えるのと何なの？なんか違う場所変わるんすよ。違うの？だけどさ、ここだけだから。そう、下と、じゃあ下と真ん中と上とってことでしょ。あれプラスマシーンでもやってたから。いや、マジすごいんだ。でそれを指導するのはそのフィジカルトレーナーとか、まあ、一応そうトレーナーがいて、で、まあ、ジムで番号振ってやる順番で、そのローテーション、3人1組とかでローテーションしてやるんだけど、じゃ知識はあるんですか？あれ前提の中でその角度を変えてあれやってる。知識があるのかな。絶対ないでしょ。だって背面ゼロだもん。もうその時点で知識ないっすよね。バランス悪い。いや、バランスはね、だから自分で合間でさ、背中やったりとかさ、懸垂やったりとかしてさ。何でしょう。1週間取れなかったもん、筋肉痛。マジっすか。うん、俺あんなやった初めてだから。ここは治んないうちに2回目の筋トレ入ってきたから、ちょっと大丈夫かなと思って心配になったけど、やっぱ破壊に破壊は良くないですからね。いや、そう休めないと、ちゃんと回復ね、させないといけないからね。カンさんのあれですね、ディフェンダーの体してますよね。体がある。嘘、ここがでかい。カンさんなんかね、ここら辺でかくなって、確かにケツと胴回りちょっとでかくなかった。胴回りでかい方がいいっすね。俺もデブルイで目指してる。とりあえずこの前のアナザー君だけに見せて、体重強かったから絶対ぶつかりたくねえなと思って。体重やばいっすよね、マジで。かっついく人を止めるからな、しっかり。そこ目標にやってるの。あれだね、呼吸法とかさ、俺習ったことないけど、はい、この圧を高める、はい、腹内圧、めっちゃいいっすよ、マジで。読んだりさ、それだけじゃやっぱ分かんないよね。 YouTube 見るとかさ、それだけだとさ、真似ることはできるけど習得できないよね。俺も今ここなんか、こうなんか教えって言われるんですよ。どこっから？この空気ここなんかするときに、分かります？上に座ってるんですけど、俺これができなかったんですよ。横と背中に、なんか背中もちょむずいんですよ。全然じゃん。こう触ってみてください。だ本当に前はこれが胸式呼吸って言うんですけど、でもこの両方に溜まるようにって、これめっちゃむずいんですよ。多分やってみたら分かるんですけど、ここを全然この横にもっとこうグーってこの指を押すように、この背中も空気入るようにするとなると、なんかもう丸太みたいな体になるらしくて。それ肺活量が増えたりするの？増えるんですけどでもやっぱその胸胸式呼吸に比べると入る量自体は少、キャパ自体はもちろん少ないらしくて。少ない？だ俺なんか吸いづらいんですよねみたいな言ってたら、それはもうキャパ自体があるからしょうがいいみたいな。
で、こっからはそっからこれちゃんとできたらなんかもうちゃんと吐く、やっぱ吐くのもめっちゃ大事だから、なんかスタンフォード式だからなんかの疲労の改善するなんか、ね、本読んだんだけど、やっぱそのここの圧を高めるって言ってて、それやるとまあ疲れにくい、うん、体にはなるって感じ。はい、素晴らしい。